久保さんまあ、売れると思いますけど、売りますね。<laughs> 多分、10年後も20年後も売れるチャンスがあれば売りますね。はい。まあ、知らなければ売れないので、そんな商品があるのかっていうのは知らなければ売れないので、そもそも。知らない地名にはいけないじゃないですか。知らない国にはいけないですよね。<laughs> 知らないんだから <laughs>。だから、やっぱ、セールするっていうことが大事かなと思いますね。だから、これは、まあ、あの、熱海合宿じゃなくて、億万長者合宿の湯河原でやった時の、 まあ題材ですよね。自分の商品持ってますかと。自分の商品セールスしてくださいっていう場面を用意したけども、ほとんどセールスができていないっていうね <laughs>。あれはちょっと残念でしたよね。だって億万長者合宿やるときに、だってもう300本ぐらい撮ったじゃないですか。前段階として。<laughs> 多分300本のプロモーション動画する人いなくないですか。<laughs> もう、億万長者合宿始まる前が、もう、億万長者合宿始まってるよ、みたいな感じで、多分動画撮ってて、もう多分300本ぐらい公開したと思うんですよ。最初の段階で。異様ですよね。普通5本とかじゃないですか。プロモーション7本とかね。ステップメールも7通とかね。8通とかね。大体それぐらいの,その、300本とかね。もう異様ですよね。うん、で、僕たちが講師陣がね、もう、合宿始まってないけど、そういうふうに発信してるわけじゃないですか。だけども、 その一回のねそれすら発信ができないというか自分の商品こう持ってないっていう持ってきてない準備してないっていうのはどうなのかっていうちょっと残念な感じでしたけどねうんだからまあね今すぐやってほしいですねいってらっしゃい。